フェニックスは、メキシコが衆国のプロレスラー。メキシコシティ出身。兄は、ペンタゴンジュニアとメキシコのインディー団体である、WMC やフュージョン一番にて活動している、ニーニョデフエゴ。2005年4月19日、マスカラオリエンタルのリングネームで、プロレスラーデビューを果たし、NWA 加盟団体である NWA、メキシコや、 レスリング・イン・パチューカといった、インディー団体に参戦。2011年1月、メキシコのメジャー団体であるトリプル a と契約を交わし、入団。27日、シン・リミティにて、アトミック・ボーイエルガトと組んで、ラ・ミリシアと対戦し、デビュー戦を勝利で飾る。トリプル a デビュー後、ラ・ミリシアと交想を展開しつつ、クレイジー・ボーイが主催する、ディートやエウ、アイグといった、 インディ団体に参戦して、プロレスの基礎を高めていく。2012年、ラソシエダドや、ロスインフェルのロッカーズといったユニットとの構想や、トリ AAA 世界クルーザー級王座への挑戦などで、メインイベンターへと昇格。11月27日、プロレスリングウェーブと合同で行われた、レーナでレイナス2012に参戦するため初来日を、果たす。 団状岡間混合のミックスドマッチで、ロリータピンピネーライスカルラタと組んで、浜田文子バチコシーマと対戦するが、敗戦した。2013年1月26日、ペソディアと組んで、スペルクレイジーリッキー・マルビンが保持する、プロレスリング、ノアの GHC ジュニアヘビー級、タック王座に挑戦するが敗戦。3月17日、 レイデレース2013にて16選手参加の4、ウェートーナメントに決勝まで進み、だが、クレイジーボーイ、フベント・ゲレーラと対戦して勝利し、優勝を飾る。初代トリプルエフュージョン王者となる。9月22日、ノアに参戦し、石森ふとし2が保持する、GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦。18分20秒、変形、レボルシオンからのエビがための前に沈んだ。 2014年11月28日、ミステシストロスレーエスデルアイレナル、タックチームを結成して、タック戦線に進出。12月7日にゲラデ・キトネス2014にて、トリプル A 世界タック王座をかけた3ウェイマッチに、ロスペロスデルマール、王者チームのアンジェリコジャック・エヴァンスと対戦するがベルトをダッシュするに、至らなかった。2016年4月20日、 アケボノタロ中心に、旗揚げされた王道の後楽園、ホール大会に出場、兄のペンタゴンジュニアとシングルマッチで対戦。隠しカッター。ありがとうございます。